どうも、サムライです。それでは本日も、こちらのカカロット、バーダック編、パート2、やっていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。さあ、腕立て伏せをする、こちらのサイヤ人の目の前に広がりますは、ですね、今日もサブミッションからやっていくわけなんですけど、そう、Dメダルゲットしていく、腹減ったぜっていうことでね、いらっしゃるな。こんなとこで何してやがる？あ、二人してなんかやってる。今日はサブミッション2つ、あ、3つかやって、その後メインをやっていこうと思うんですけども、やっぱりここにいたか。カナッサ星に行く前に魚を食っておきたくて。あら、お前ら本当に食うことしかガタイいいもんね。おうねえ、魚釣りか、行きたいね。俺も一緒に食おうと思ったのに。おお、釣りですか、このミッションは。まさかの、あ、釣りだ。迫り来るもの、迫り来るもの、トテッポが、魚釣りをしているが、2人で魚釣りをしているけど手伝ってあげようってことでね、迫り来るもの、これ何？迫ってきちゃうの、なんか仕方ねえ、一緒に釣ってやるよ。あ、釣ろうぜ。ねえ、俺らの中で一番うまい。ああ、そうなんだ、うん、戦闘力も良くて、釣りもできるんだね。狙いはどうする？魚ロメの巨大魚、いいだろ。何それ。誰が最初に釣れるか勝負。おお、釣り勝負、いきなりの。よし、やってやろう。絶対に釣ってやるぜ。もう意気込みが違うもんね。だいぶ意気込みがあるけども、待って、魚ロメの巨大魚ってなんだろうな。うまそうなの。どんな魚が釣れるんか。さあ、やってみようか。魚を釣る、普通に釣れるのかな。餌とか何にもつけなくてもね、一応釣ることはできるんだけども、どうだろうね。もうとりあえず竿を揺らして、魚をね、おびき寄せます。とりあえず普通に、適当に竿を揺らしてればね、魚は食いつくからさ。はい。さあ、これかな？これっぽいな。これっぽくない？魚ロメだよね。だいぶ。だいぶ魚ロメだけど。やったー。アメイジング。おお。これだ。魚ロメの巨大魚が2分の1になってる。じゃあもう1匹釣っちゃおう。あれ、色違くね、さっきと。同じか？あ、違う。簡単なもんだ。見た目同じなのに、これは、指定の魚ではないのか。あ、でもバーダックはあれだね。尻尾を竿にするわけじゃないんだな。ね、悟空とかは、尻尾を竿にするんですよ。普通に釣り竿を使ってる。やっとゲット。意外に、ゲットできなかったな。さあ、でもこれで勝ったんじゃない？二人ともゲットした？俺の方が早いんじゃない？私の方が早いんじゃないか？あ、釣ったぜ。さあ、おお、釣れてない？二人とも。どうなんだ、めっちゃ釣ったぞ、なんか。一匹も釣れないの。マジかよ、絶対手づかみの方がいいんじゃないかな。せめて一匹くらい釣れよ。まあそうね、実際には本当に釣れないからね、魚釣りって。わかんない、俺が下手なのかな。お前らは、お安い御用だぜ。よし。はて、じゃあこれを、みんなで分けて弁当として持ってくって感じかな。食べちゃった。食べちゃったよ。食った食った、なかなかうまかったな。油が乗ってて食い応えがあった、いいな。魚食べたくなってきたわ。これまで食った魚の中で一番うまかったかもしんねえな。美味しいものを食べさせてあげたい、もっとね。でも毎回それが威厳だったらね、めちゃめちゃいいよな。うん。一番うまかったものってなんだ？そうだな。惑星で食ったあれうまかったよな。なんだろう。あれは確かにうまかった。あれってなんだ？絶品だった。濃厚で歯ごたえが良くて。なんだそれ。めっちゃ気になるね。噛めば噛むほど味が出て。俺たちが星をめちゃくちゃにしちまってもう食えねえけど。うわぁ。確かにな。やっぱ食い物はね、大きいよね。なんだろう、スルメ？噛めば噛むほど味が出るってスルメかな。どんなにうまいものあってもね、めちゃめちゃにしちゃうからな、俺たちの仕事だ。なんだ、はい、なんだ。そういえば迫り来るものって何？うわー、迫り来た。迫り来たわ。全然忘れてた。魚の匂いに、釣られてきた。ウェーイ、戦うつもりだって。でも栽培マンって敵なんだね、普通に。この世界でも。そうなんだ。ずっとさ、
サイヤ人が育成している敵だと思ったら違うんだね。軽く遊んでやるか。さあ、食後の腹ごしらえよ。あ、でもレベル的な、あ、なんレベル的にはそうでもないけど、21レベル、あれ強くない？ちょっと待って待って。この子たち意外に体力あるぞ。いくらレベル21といえども、普通の栽培マンとまた違う強さを持っている。さすがイベント。やべ、2匹相手はちょっときついんじゃないか。さあ、私の全力をこの拳に込めて、スーパーサイヤ人にはなりきれないバーダック。さあ、でもね、気持ちはスーパーサイヤ人。そう、スーパーサイヤ人っていう、あれはあんのかな？ね、なれる可能性があるっていうものはみんな知ってんのかな？どうだったっけな？どうだったでしょうか。さあ、ここでやってみる。ファイナルスピリッツキャノン。さあ、これで2匹目撃破はできない。もうちょっと。さあ、これで撃破していく。あとは近づいて、よいしょ。さあ、追撃してダメージを与えていく。さあ、2匹目の追撃っていうのができるのかな、これだと。オッケーオッケー。あとは思いっきり体力を削った状態でスピリッツキャノンを当てていきたいけども当てられないと。なるほどね。意外に回避能力高いよな、こいつ。さあ、ここでスピリッツキャってなっちゃったけど今慣れてない証拠だな。サポートしてくれる仲間もいないしな。このまま進めていきましょう。しオッケー、ゴミクズ口は悪い。よし、俺たちに勝てるわけないだろうが。やっぱりこっちが強いんだね。戦っている最中から妙な視線を感じていたが、正体はあれか。なんだ、もしあの小型メカ、俺たちが栽培マンと戦ってるとこずっと見ていやがった。あれ、フリーザ軍じゃん、余裕でね。あー、これあれか。逃がすかよなんだ、他は気づかないんだね。さすがバーダック。これは集落の方に飛んで行ったな。何が目的なんだ。うわー、多分戦闘力がどこまで上がってるかを見てんのかな。あのフリーザって、サイヤ人のことを確かね、一応恐れてたはずなんだよな。そう、唯一恐れる存在がスーパーサイヤ人の存在って感じだった気がするのよ。違う？こんなところにいても強くなれねえってのに、なんで他の奴らのんびりしてやがるわ。理解できねえ理解できねえ。あれ、この辺じゃない？あ、これか。小型メカは飛んでこなかったか。あ、知ってる。あっちの方に飛んでった。逃げ足の早いやつめ。早いやつめ。最近よく見るよな。お前何か知ってるのか。初めて見かけたんだが、ちょいと気になって。めっちゃ見かけるってことは多分この辺から出てんだろうな、おそらく。それを追ってきたんだ。なんだ？小型メカだ。そんなの最近よく飛んでるだろう。そうなんだ。でも害はない。みんな知ってんの？あら、詳しくは知らない。攻撃してくるわけじゃねえし、あんなの誰でも気にしてない。そうだな。気になっちゃうね。いいよ。私だけですか、気づかなかったの？みんな何度か見かけてんの？目的は誰も知らないんだな。納得いかねえ。俺は追いかける。追いかけてやるよ。まだ続けるのかよ。そんなことして何の得があるってんだ。うまく設営できねえが放っておけねえんだ。やっぱね、バーダックは妙に勘が鋭い。やっぱりか。あいつは一度言い出したら聞かないし、止めても無駄か。姿メカの目的が何なのか絶対に突き止めて。絶対に気になっちゃうタイプ、バーダック。さあ行ってみましょう。お、来た。やっと追いついたな。誰がどんな目的でこいつを飛ばしているのか調べさせてもらうぞ。はて、うわ、戦闘マシン。所有者には悪意があるってこと。なるほどね。でも絶対フリーザ軍だよな、このメカの形といい。あ、待って、このメカも戦えるの？君戦えるの？危ない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 。別にそこまで大変な敵ではなさそうな。でも待て待て待て、危ねえ。よっしゃ、とりあえず、片方だけでも一回倒して、残りは戦闘マシーン、君を倒していければ OK というところは。よし、OK。さあ、ボディインパクト。さあ、ダメか。なるほど。ならば、ここで、いけ、カメハメハっぽいやつ。ダメか。よし、いった。
え、強い。普通に強かったな。さて、派手にやりやがったな。いや、やってきた。喧嘩打ってきやがったんだ。文句言われる筋合いはねえ。あー、なんかわかるんかな、これで。わかる。なんだ、この型番は確かフリーザ、あー、やっぱりそうなんだ。フリーザ軍のやつか。ここからもう怪しいなってどんどんね思ってくるのかな。間違いねえ。でもなんでフリーザ軍の小型メカが飛び回ってやがるんだ。この星にあるうまいもんでも調査してるんじゃねえか。それならなんでこいつは俺を攻撃してきたんだ。確かにちょっとおかしい。そうだな、もしやフリーザ軍が俺たちを監視してるとか。いや、まさかな。いいよ。うわ、だんだん怪しくなってきたぞ。軍の誰かが退屈しのぎに、やってんかな、小型メカを調べようとしたバーダックを攻撃したってところだろう。そうだな。それ以外何があるってんだよ。どっかのバカのいたずらに決まってる。それもう小型メカぶっ壊したんだから気にすることはねえだろ。なるほど。あんまね、深くは気にしないんだ、みんな。バーダックは、俺が悪かった。俺の考えすぎて合わせてくれ。よし、これで一件落着。今日解散するか。当たり前だ、へえ。悲しさせいでたっぷり暴れてやろうぜ。これでもしかしたら、この人たちのメダルもらえるんじゃない？ストーリーコンプリート。迫り来るもの。いや、意外に結構、濃かったな。今後につながりそうなんだけど。やったー、2人のやつゲットした。パンプーキンとトテッポ。俺の思い違いがそうに決まってる。あー、それ以上は深掘りしないんだな、バーダックさん。まださあ続いて、次、あー、絡んできた人たちだ。前回俺たちの戦闘力はバーダックよりも低いって言ったよな。あー、俺はただ事実を言っただけだ。あー、トーマさんが絡まれてんのか。なるほど。うるせえ、調子に乗るんじゃねえ。うわあ、私がいないにもかかわらずトーマさんに八つ当たりをしているこのサイヤ人たち、許せません。さあ、面白い話をしてるじゃないか。混ぜてくれよ。余計なやつが来やがった。なんだ。5体ちゃフェアじゃねえだろ。それになんでトーマだけを狙う。俺も関係あるはずだぜ。だよね、こいつらお前に勝てないと分かってるんだ。なるほどな。トーマさんよりやっぱり強いんだ、バーダックの方が。ね、肩パッドしてないけど、バーダック。バーダックは言おう関係ねえよ。てめえらまとめてぶちのめしてやる。おう、ぶちのめすか。それはこっちのセリフだ。よし、行きましょう。5人組の戦い、トーマとバーダック。いいだろう。よし、やりましょう。トーマさんがなんか本当に、なんかいいよね、仕切ってくれるわ、いろいろと。まとめ役みたいな感じだよね。はったり嫌がって、所詮てめえらもただの下級サイヤ人だろうが。逆に上級サイヤ人はあるか、ベジータさんとか言うのか。修羅場をくぐり抜けるたびに俺たちは強くなってきた。はっきり言ってて、めえらなんざ相手にならねえんだよ。口だけなら何とでも言える。あれ、確かヤムチャっぽいのが2人いたよね、真ん中の人と、あと左に端の人だね。勝負だってんなら容赦しねえ。二度と因縁つけられねえよう徹底的に潰してやる。戦闘民族らしくな。ふん、言いやがったな。こっちも容赦はしねえ。ああ、行きましょうか。悲しさせいだ、ちんたらせずにさっさと決めるぞ。一瞬で決めてやりましょう。レベルもね、若干ずつ上がってきたからさ。さあ、バトルスタート。これどうすかな。待って、サポートいける。サポートいけるのか。悪くない。よっしゃ、ならばこっからぶっ放していく。待て待て、敵のレベルは20レベルだから、そこまでね、すごい差が開いてるってわけでもないんだよな。そこまで差開いてないんだけど、大丈夫かこれ、本当に。さあ、まずは1体1体倒していきたい。とりあえずタイプ C、君からやっていきましょう。いいでしょう、ファイナル、アタック。1人倒したかな、多分。さあ、いや、でも避けんな、結構。ただ、ここでフレインバレット。2人の力でどんどんね、勝ち進んでいく。一応サポート役がいると今みたいな使い方っていうのはできるからね。そう、危ない。近づけない。さあ、いった、 Z コンビネーション。これでだいぶダメージ
与えられるんじゃないか。どうだろう。いいねいいね、トーマさんとのダブルコンビネーション、強い。いけ。ファイナルスピリッツキャノンからのダメージ。さあ、あと一体っぽい、この E だけっぽいのはどうだろう。後ろからやってきてるの多分トーマさんじゃないこれ。やった、フィニッシュ。俺たちの敵じゃなかったな。敵じゃない。イエー、よーし。くそが強いな、バーダック。これが俺たちとお前たちの差ってやつだな。バーダックさんいなければ。トーマは俺と行動を共にして強くなった。てめえらよりは上だ。おあ、そうなんだ。てめえらじゃトーマに勝てねえ。そうなんだ。トーマさんもやっぱ強いんだな。みんな強いんだな。さっさと伏せろ。二度とその面を見せるな。覚えてやがれ。いつか必ずこの借りは返すからな。でもね、これで彼らも強くなったんじゃない、おそらく。雑魚が。はい。なんでしょう。何がてめえらよりはだ。まるでお前の方が俺より強いみてえな言い草だな。やばい。突っかかってこられた。確かにお前はすごい速さで強くなりやがったが、俺もサイヤ人だ。引けを取るつもりはない。おお。トーマさんも結構そういうタイプだ。なるほど。さすがサイヤ人の血は争えないというところでしょうか。楽しみにしてるぜ。ねえ。5人で1人を狙うとは同じサイヤ人として情けねえ。ああ、みんながみんなお前みたいにまっすぐじゃないってことさ。なんだと？やっぱまっすぐなんだ、父ちゃん。絶対に勝てない相手に出会ったとき、普通は逃げるが、卑怯な手を使おうとするものだ。お前は違うだろ。正々堂々と戦い、そして勝つまで諦めない。そうだな。ああ、いいね。そうじゃないと戦ってつまんねえ。そう考えるやつが少ないんだ。だからまっすぐだって言ってんだ。尻が痒くなる。お前はまっすぐだ。戦いに対しても仲間に対しても。うわ、信頼されている。俺を無視すればいいもの、わざわざ首を突っ込んできやがった。自然と仲間を思っているから、いつも危険な相手に一番に突っ込んでいく。バーダック。強いな。なんだ、愛されキャラだね。ニヤニヤと。なんだ。てめえと同じチームだとは飽きねえとは思ってな。いきなりなんだ。これからも頼りにしてるぜ。お、頼りにされた。いいね。この2人の関係性、ストーリーコンプリート。やったー、トーマさんゲット。よし。なんてことはねえ。なんてことはねえ。あれ、なんかいつの間にかサブミッション増えてない？あと2つになってんだよな。なんだ。あ、待って。あ、待って待って、俺この人知ってるかもしんない。スイッカじゃない、多分。スイッカっていう名前じゃない、おそらくね。違うか。絶対そう。あれ、ちょうどいいところにサイヤ人か。お前この腰には詳しいよな。頼みたいことがあるんだ。料理じゃないか、多分。多分。フリーザンか、お前。多分ね、スイッカだったと思うんだ、名前。よくぞ聞いてくれた。何を隠そう、俺はただのフリーザ軍ではないんだぜ。なんだと。何なんだ。あ、ほらほら、来た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 。聞いて驚け、俺は一流シェフ、スイッカ様だ。そう。これね、メインストーリーにも出てくるのよ。メインにも出てきてくれんの。ああ、スイッカなんて知らねえな。俺はフリーザ軍の中でも流し出たトップクラスのシェフ。シェフなんだ。俺はまだまだなのか。まあいい。フリーザ様のため、この惑星にしかない珍しい食材を探してるんだ。ああ、なるほどね。でもなんかもらえんじゃないこれ、多分。これを見ろ。お、特別構成員証明書。直接フリーザ様とお話ができる立場。すごいじゃん。そんなすごかったんだ、スイッカって。あれ、そんなすごかったっけ。来たね、野郎だ。じゃあとりあえずこのミッション受けていきましょう。フリーザ軍特別構成員。仕方ねえ。何を取ってくればいいんでしょうか。はい。悪いな。助かるぜ。巨大、必要な食材は三日月ナッツと巨大魚の中トロ。美味しそうなやつ。三日月ナッツは湖の近くで拾えて巨大魚どこかで釣れるはず。あ、オッケーオッケー。マーキングされました。やれやれ。集めてやるとするか。多分これ魚はだよね。さっきめっちゃ釣ったからさ。別ミッションで。
だからこれはあとナッツをゲットするだけになってんな。オッケー、ナッツは多分この辺にあるっぽいね。さあゲットしていく。ナッツこれでオッケーかな。うまそうなのを見つけた。ないな。あ、これか、これっぽいな。あー、やっとゲットした。なんだよこの辺ずっと荒らし回ったけど全然見つかなかったわ。やるなスイッカーよし、これでいいんだろ。さあどうだ。これだこれだ、正解だったようだ。素晴らしい食材だ。お、え、くれんのか。あ、やってくれるってやったじゃん。やってくれるぞ、作ってくれんぞ。あ、そっちかそれくれんの。見せびらかしたくてさ。はい、こんなところで一人料理するのは寂しいじゃないか。あー、やっぱり料理くれるのか。フリーズマン言いつけるぞわー、やった。これなんか料理作ってもらうんだね。おお、何かを作る音が聞こえるスイッカの音はい、あ、何、あ、やっぱくれんだよね。どうなんだ、興味ねえ、興味ないの興味ないの。いや、何、一流シェフスイッカの料理が食いたくないだと。俺はフリーズ様に認められた特別構成員なのだ。これ見ろやべえな、永遠とやり続けるぞ。俺の料理が食いたいな、最初から素直に言えばいいものは。あ、作ってくれんだやっぱりよし、待たせたな。フリーザ軍の上層部しか口にできない絶品料理。へえ、やった、特製料理ゲットしました。ストーリーコンプリート。よーし、とりあえず D メダルももらえたしね。よかったよかった。サイヤ人はフリーザ軍にこき使われて大変だろう、それを食って頑張ってくれ。あ、めっちゃなんかいい人じゃん俺はこの料理をフリーザ様に献上しに行くぜ。あー、また。さあそれでは来ました。よっしゃー、ギニュー特選隊じゃねギニュー特選隊来たけど、なんだっけ名前、ジースジース。今頃来やがったのか。もう審査終わってんだが仕方ねえ、特別に戦闘力を見てやろう。なんだこれ、一体何の話だ。下級戦士にしてはなかなかの戦闘力。一位審査合格、何それ、なんだ。行くから行け。こいつはフリーザ軍の上層部、逆らわない方がいいか。ジース来たぞ、レベル24、大丈夫かこれ。言うとりにすか、とりあえず特戦隊入隊の道、マジでこれさ、特戦隊入隊するためには多分ポーズできなきゃダメだよね、あの大事なポーズ、おそらくね。とにかく行ってみるか。気になるね。そしていろんなところに、あのなんか腕立てをしている人がいるそしてこの腕立て伏せさ、めちゃめちゃ綺麗なんだよな。すごい下まで落としてるし、とても綺麗なね、腕立て伏せです素晴らしい。あ、すげえ、なんか上の方ポットとかも、飛び回ってんだ。なんかこの辺見渡すだけでもね、やっぱカカロットって面白いよな。さあ到着、誰がいるんだ、なんか知ってるキャラ、あれ知ってるキャラがいっぱいいるみんな身内じゃん、何も聞かされてない。いきなりここに来るように言われただけ。あれはサイヤ人の中から選ぼうともしたんだ、ギニュー特選隊。サイヤ人を集めて一体何をし、ああ、ギニュー、なんだと。あ、みんな、みんな揃ってんじゃん。あ、この時から5人いたんだ。補欠隊員を選抜する審査を行う。補欠なんだ。誰か一人をギニュー特選隊に加えてやるのだ。補欠なんだ、でも。戦闘力が高いやつを集めた。なるほどね。その結果、我々のチームは全員、なんか突破してるんだ、それを。願い下げだ。言っていいのまあ本人に聞こえないように言ってんのか。二次審査では各個人の戦闘力を見る。一対一で戦う。待て。リクームと戦うの嘘でしょ。リクーム結構強いぞ。長領エリートのギニュー特選隊がどれだけ強いのかずっと気になったんだ。大丈夫
リクームはやばいんじゃない？手加減してやるから安心しろ。だよね。だ相当あの、カカロットたちもやられたぞ。カカロットは一瞬でなんか突破した。待て、危ねえ、ちょ、危ねえ、怖っ。全然食らってないじゃん、こいつ。危ねえ、怖い。ちょっと待って、強いぞ、絶対にこれ。このキャラ間違いなく強い。よし、行く。リクームやば。いいや、ちょっと、気を貯めていくか。この状態じゃなくて厳しいと思うな。どうなのどうなのマジで。全然食らってないような気持ちしかしないんだけど。23レベルか、本当にこいつ。危ない、やべえ、やられた。まずい。その歩き方はまずい。いや、強いね。でも、地道にだけどは削れてきている。いやー、でも、攻撃力が弱すぎる。よっしゃ、こっちもダメージを負わせていく。待てー。そんなビームみたいなやつきますか。でも、殴り飛ばして、さらにダメージを、負わせていきます。絶対に食らっちゃいけないやつ、絶対に食らっちゃいけないやつ。待て、アップねー、オッケー、食らった。食らった。しょうがない。待て、なに、来るんじゃない。まずい。それ当たっちゃうか、どうしても。待て、イレイザーガンやばい。あんま近づけないな、これ、本当に。ただ、イレイザーガン。まずい。さあ、でも、残りは、あと一つとなってきたけども、ここで、イレイザー。よし。キック。ギリギリの戦い。だいぶギリギリの戦いになったな。さあ、でも、まずい。避けろ。避けて、ここで、当てていく。食らった。まずい。お命頂戴言ってんじゃん、こいつ。手加減するって言ってたのに。お命頂戴言ってる。これはまずい。まずい。いった、これです、ラスト。よーし、フィニッシュ。あぶねえ。強すぎる。さすがリクーム。なかなかやるじゃないかって言って、無傷だもんね。全然本気を出してねえ。リクームでこれでしょ？噂通りの化け物の集まりなのか。お前は二次審査合格。待て。これ二次審査合格しちまった。その後も義乳特選隊による審査が続いた。続いた？全員の審査が終わったようだ。はい。三次審査を行う。嘘。嘘だ。何？三次。仕方ねえ。二次で戦って三次は何だ？あ、わかった。これもうわかったぞ。多分。これが一番の鬼門じゃないですか？おそらく、さっき私が言った内容だと思うんだけど。休憩ってことか。うん。なんだろう。多分ポーズじゃないんです。待て、話しかけろって何？いいのかな、話しかけて。話しかけるか。わざわざ話しかけるってことは、戦うの？ポーズだよね、多分。違う？チームプレイができるか見る。義乳特選隊は団体行動が基本だから、うわー2対2で戦うんだ。デブ2人、お前らは俺たちの相手をしろ。何？やれやれ。うわー、でも、そしたら私誰とだ？俺たちの力見せてやる。ちゃんと手加減しろよ。この二人か。なんだ？待って、でもさ、3対2。なんだと？うわー、どうなの？もちろん本気は出さないから安心してかかってこい。どうなんだろう、戦闘力的には。そんな強かったか？なんか、リクームと、ギニューがすごい強いイメージあって、あと他どうだっけ ?23 レベル。レベル的には問題ないんだけど、でも強いんよな。レベルじゃない。このギニュー特選隊、レベルじゃないぞ。とっておきを見せてやる。さあ、とっておきを見せてやる。行くぞ、バーダック。バーダが強い。向こうのバータも強い。あ、でも、だいぶ削ってる。リクームほどの体力はないぞ、おそらく。いい感じ。このままいけば、いける。しかも必殺技的なやつもないし、今のところ。
これは大丈夫そうだな。さあでも気を貯めて一応解放していく。火力増し増し。さあこのまま赤いマグマとか行ってくるから、危ないから絶対危ないから。さあよし、いける。あとは身内のダメージも与えつつ、私の殴りで沈めていきたいけども無理はしない。ここでいった、ファイナルスプリッツキャノン。ああ、肩をかすっただけだ。肩をかすっただけか。よし、いった、いってね、まずい。これで締める。とりあえず片方を締めて、あと1体なんだけど、これまずいぞ。まずいまずいまずい。この人結構気弾を使ってたイメージがあるから、これはまずはアイテムを使っていきたいな。アイテム使う。ファイナルスピリッツキャノンは避けられたけど、まあいいか。そしたら君たちの力で倒しちゃおう。やっぱコンビネーションだからこれは。あ、でもこれは最後いける。いけない。誰か別の人の攻撃でいったな。まあいいでしょう。レベルアップ、ボロボロだけど。これ本当に入れてくれんのかな。見事なチームプレイだった。お前らは合格してやる。あ、三次審査はこれで合格だから、多分あれだ、最終はポーズじゃない。どうなんだろうね。審査が続いた。三次審査終わりだ。不合格だったものは立ち去れ。うわー、すごい、5人全員残ったね。あら、すごい、みんな強いぞ私たちね。そうだな。5人のうち誰かが義乳特選隊に入ることになっちまう。5人ちょうどいい。あー、来た来た、ほらほら、やっぱりポージングなんだ最後はね。リクーム、バータ、ジース、グルド。グルド、ギニュー、あれ、あー、いいね、みんな揃ってギニュー特選隊。あれ、ちょっと待って、あれ、こんなポーズだったっけ、あれ、こんなポーズだったっけ。こんなポーズか。そっかそっか。お前らも5人でやってみろ。できんのかな。無理だ。手を抜いて落ちとけばよかったぜ。あ、やばい、怒られる。スペシャルファイティングポーズをバカにしてるのか。いや、やばい。待て、なぜ止めるんですか。三次審査を見て疑問に思ってたんだ。こいつら連携の巧みすぎる。おう、今の反応を見て確信した。こいつらには確固たるつながりがある。そうだろう。そうだな。おお、すでに5人チームなのに義乳特選隊に入ろうとしてるのか。そうなの。仲間との友情を犠牲にしてでも入隊したいと思ってるわけか。どれだけ義乳特選隊が魅力的ってことだな。さて、お前らの入隊を望む強い気持ちはよく分かった。だがな、俺はこう思うんだ。俺たちは5人、お前らも5人、つまりライバルだ。特選隊はライバルがいないと盛り上がらない。そうだろう。なんだって。あら。そうなの。先ほどスペシャルファイティングポーズを拒否したのはライバルの真似をしたくないからだろう。やるのは自分たちオリジナルのスペシャルファイティングポーズじゃないとダメだと。なるほど、そういうことか。そんな奴らが今日で5人チームを解散することになるなんて。それでいいんですか。熱いな。熱いな。言い訳がないだろう。せっかくできたライバルを4人するわけにいかない。今回の選抜試験は合格者なしをする。おお、そうなんだ。いや、よかったよかった。うん、なるほどね。ポーズで対抗するのね、今後は。なるほど、やったー。ポーズを結局やらされることはなかったね。見たい気持ちもありました。でもいいでしょう、合格。してないか。サイヤ人たちよ、お前らがさらに強くなりライバルとして共演する日を楽しみにしている。行っちゃった。丸く収まったんかな。でも戦闘力がね、やっぱりだいぶ差があったんだね。いつかあいつら全員を超えてやる。バーダックの強い意志。まったく、くだらないことに巻き込まれたぜ。それを言えるバーダックは強いです。そして、ここまでやってきて、結構ね、時間が回ってしまいました。なので、本日はこの辺で終わりまして、また次回、今度はメインストーリー、やっていこうと思います。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。